ホロライブカード始めました。はい、というわけでどうもスタッフのデバです。さあ、というわけでどういうことなんだどういうことなんだよ本当に。はい、というわけで私スタッフ沼、友人に頼まれて、ホロライブカード、ホロライブトレーディングカードゲームっていうの、これわかんないんだけど、ホロライブオフィシャルカードゲームっていうのを、私やることになりました。イエーイ。あ、簡単に言うとてめえらの労働力を期待する財布の諭吉が何十枚も溶けたね、これを開封したいと思います。うわー、毎週シュマルズブースターパックホロライブプロダクションボリューム2の、カード、これワンカートン、ワンカートン18ボックス288パック入り、これ先行販売、先行販売なんだよね。ここ見てみ、本商品の、はい、カクテ読んで、本商品の発売日は2023年3月24日です。本商品は発売日の AM7 時から販売可能です。それより前に販売しないでください。はい、本日はいつ、本日は3月の21日です。いや俺だよ、今は俺だよあれ、これサイン、またかてめえ、 なんで俺なんだよカツくんの運っておかしくない、そこでは俺の運じゃない、いやなのか、カツくんはい、よく見た、ちゃんと、もしかして、ね、何 SSP、 うわ、はい、というわけで18ボックス開けた結果出たレアカードが、こちらになります。いや皆さんです、これすごくないですか、すごいよね、とこれが、SR だったっけ、うん、SR 全部ダブらなかった、本当にダブってないでしょ、ダブってないよね、でも130枚ぐらい、130種類あるって言ったね。はい、今回出た5枚の、カードでございます。出ましたね。SSP、こちらも森コレクションとなります。いやー、新しく森コレクションが、森コレが揃いました。やっていこうというか、この、ね、開封していきたいと思います。なんでテンションがおかしいかと言いますと、全くわからないからです。今、勉強中なんです、今、必死に。まだ、だからその段階のため、どうリアクションしていいのか、全然わからないんです。でね、誰かくらいは、だいぶ覚えてきた。そうなんだ、日本組は、多分、EN 組っていうの、海外勢が全然わからない。まあ、とりあえず、このホロライブカードゲーム、このスターターセット、時の空、あずききの、セットと、スイちゃんの書いてある、このブルーミグレディアスっていうね、まあ、僕これを二つも予約、たまたま偶然予約できたんで、買いました。やっていきますか、開封。でもね、ごめんなさいね、本当によくわかってないので、ルールもこれからっていう感じなんで、全然リアクション動画としてはまずいかもしれません。とりあえず、ね、友人に言われてることは聞きます。サインカードが出たら大当たりだぞって。でも、サインカードはまず出ねえぞって。どういうこと？よくわかんないけど、なんか、O ってついているか、O なんとかってついているカードが出たら、まあ、それはレアリティ高いって言われた。O？ わかんないよ。UR とかじゃダメなので、いや、O だ。OUR だって。O って何なんだ？ O って。わからん。というわけで、そんな感じで、もう、やっていきたいと思います。これから勉強していきます。ちなみに、カツくんの推しは、イロハです。で、私は、オカユンとコロンさんの実況をよく見てます。わお、ダメかな？ああ、これが、要するに、あれか、ポケモンカードで言う。なんかね、友人曰く、これはポケモンカードだって言われたんですよ。はい。こちら、
トラちゃんに、あずききっていうのかな。で、これがエールカード。で、これは緑のエールカード。これがエネルギーカードじゃなくてね。お、かわいいな。あ、トラちゃんに、トラちゃんに、トラちゃんに、トラちゃんばっか。うん、全然いいんだけど。うわ、めっちゃ光ってる。よいしょ。あれ、ちょっと待って。あー、倒れちゃう、倒れちゃう。ちょっと待って、ちょっと待って、一貫。よいしょっと。よいしょっと。めっちゃ綺麗に光ってますけど。で、アイリスに、あずき、あずきに、あずきに、またなんかキラキラキラあずきに。こう、セカンドとかこれよくわかんないんだよね。アイラン、ちょっとごめんなさい、わかりません。ソラアズ、アカナタや、ポヨリア、スタッフ、のどかね、スタッフ、マネちゃん。で、これがグッズカードになるのかな？アイテム。イベント。うん。やっぱりまだわからないね。はい、では。こちらのワンボックスを、開けていきたいと思います。ワンボックスで、12パック入ってるそうです。てか、ワンボックスで一体どれくらいリアリティが入ってるのか全く僕にはわかりません。なので、ほんとスルー、いろいろな重要なカードをスルーする可能性があります。それを、なんだろう、踏まえてご視聴ください。めちゃめちゃ緊張してる。シュリンク剥がして、怖い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 、これどうやって開けるのこれ。あー、開きました開きました開きました。はい、こちらが、よっと。はい。パックでございます。すごい。じゃあ、これを丁寧に、開けていきたいと思います。はい、では、まあ、頑張って綺麗に開けました。さあ、というわけで、これより開封動画やっていきたいと思います。めちゃめちゃ怖い。なんだろう。ポケモンカードよりめちゃ緊張してます。変に出現したらごめんなさい。無知ゆえに本当に申し訳ない、そこは。それでは、行きたいと思います。一パック目。行きますよっ、おぉ、アイリス。どうやって見てきた？あ、ルイネーだ。ムメイさん。アキロゼ。ルイネー。ハコス。おぉ、ソラちゃん。に、エールカードと、これ戻ってきたかな？これは、どれくらいリアリティなんだ？ちょっと見ますね。え？これ WR か？めちゃめちゃ、ちょっと小さいですけど、ここに書いてあるんですね。うわ、ちょっと見えない。WR の、ソラちゃんですね。よいしょと。よいしょ。とりあえず光ってるカードを置いていけばいいのかな、ポケモンカードみたいに。てか、そういう感覚しかわからないんだよな、まだ。はい。では、2パック目いきたいと思います。いきますよっ、お、ペコラだ。よっ。はい。カナタ。はい。ワトスアメリオ。ちょっとわかりません。キアラ。なんか、アイリス。お、ノエル団長だっけ。お、ペコラがキラキラ光ってる。の、これは赤のエールカード。これは、ん？ちょっと待ってね。これは、なんだ？ちょっと待ってください。これ、ペコラの UR だそうです。これ UR だそうです。こっちが、普通のレアカード、R かな？あ、これが UR なんだ。ってことはもう、ポケモンカード感覚で言うのであれば、ワンボックスにレアカード1枚、なんかこういう感じなのかな？ちょ、ごめんなさい、ちょっとわかんなくて。これ、一回スリーブ入れましょうか。よっ。とりあえず一回スリーブ入れときます。はい。じゃあ、次行きたいと思います。ごめんなさい。リアクションがこれでいいのかわからない。はい。では行きます。はい。せーの、ほいっと。
ヒアラ、よいしょ、ベース。ここちょっとわかりません。あずき、アコス、ここも叶える、アイテム、ゲーミングパソコン。アイラン、ちょっとわかりません。で、緑のエールカードに、戻っていくって感じかな、これで。よいしょ、光ってるカードが、すいません、勉強不足で、ちょっと、ちょっとこれわからない。よいしょ。よ。はい、では次行きたいと思います。緊張すんな、これでいいのかな？せーの。お、一応グッズカードですね。サポート、マスコット、うん、お、スイちゃんだ。よいしょ。イベント。お、かなた。お、これがカツくんの推しだね、イロハ。と、お、ペコラ。に、お、キアラ。光ってますね。に、炎のエールカード。ちょっと待ってくださいね。これがダブル R で、ごめんなさい。本当にごめんなさい。これが、ペコラ、これレアカード。はい、じゃあ次行きたいと思います。はい。ちょっと、あれ、あれ、あれ。はい、行きます。せーの。お、またペコラだ。ほい。ちょ、ほい。おのはい、キアーラ。ベスティアゼータは、お、カナタに、お、アズキ。で、青エール。はい。よいしょっと。すいませんね、もたもたしてて。よいしょ。よいしょっと。基本、なんでしょう、これ、レアカードと、ダブル R っていうの、こうやって入ってるんですかね。こういう感じでいいのかな。はい。では、次いきます。はい。はい、せーの、ほい。ファン。シンプル。ルイネー、ほぼ叶える。アキローゼンター、時の空、サダペコラ。お、マリン船長だ。エールカード。はい。これは、マリン船長の、レアカードが1枚だけでした。はい。では次いきます。せーの。よいしょ。オーロクロニ。お、これは、ちょっと引き出そう。キアラ。アキロゼ。よいしょ。ペコーラ。アイテム、ペンライト。ムメイ。ちょっとわかんない。お、キアラ。ちょっとキラキラ光ってる。エールカード。はい。よいしょ。あれ？これが OSR？ これ OSR ですか？キアラっていうのが、あー、ちょっと待って、これがレアで、これが OSR だ、なんか上なのかな、ちょっと待って、どういうこと、どういうこと、 O がついたよ、これ、わからん、わからん、わからん、ちょっと待って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 、本当に待って、まずこれはスレーブに入れといた方がいいのかな。パニック、パニック、パニック。どう。よいしょ。ちょっと待って、このボックスに書いてあるんだよね。OSR が8種で、UR が10種。どっちかっていうと、パラレルの方、UR の方がいいってことか。あ、そういうことでいいのかな。これ OSR だよね。
ものすごくちっちゃいんだけどな。見えない。OSR だよね、多分。多分そうです。ごめんなさいね。わからなくて。よいしょ。よ、よいしょ。はい。では、いきたいと思います。せーの、はい。アンコール。いいね。イベントにつきもの。いろんな意味で。お、イロハラ。カツク好きそうだな、これ。かなった。ムーナー。ルイネーに。イベントカード。お、ポルカだ。に、エールカード。はい。ちょっと。ポルカがこれ、ダブル R か。よ、およいしょっと。さあ、残り、4パックですね。では、おっと、開いてなかったな。はい、では、いきます。せーの。お、クロニーだ。ポルカ、ムメイ、スタッフとか、喉かね。オーロクロニー、アイアニ、わかんないね。ほぼかなえる、エールカード。はい。これは、レアカードですかね。よいしょ。はい、じゃあ次いきます。はい、せーの。アイロン、ファン、マスコット、イベント、インドネシアさんってわかんない。水星のマイク。あ、ルイネーダ。ディアゼータわからんで、緑カード、緑カードって言っちゃった。これはレアとダブルレア、残り2パックです。さあどうなるんでしょうか。いきます。はい、間にファン、ファン、無名、あ、スイちゃんだ。あ、またスイちゃんだ。ムーナ、青い。よいしょと。はい。ムーナのダブル R と、スイちゃんのレアカードですね。よいしょ。はい、これでラスト1パックでございます。では、いきまーす。せーの。はい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 。お、終わりで、これはティアラの、R カード。おー、はい。というわけで、以上でございます。はい。というわけで、以上、ホロライブカード開封動画になりました。無知ゆえに、すげえのがようわかりませんが、なんか、コミケでもらったカードが一番すごいんじゃないかっていうのが、なんかそんな気がしてきました。まあ、戦利品なんですけど。まあ、とりあえず、ね、これから、で、このスターターデッキ含め、どうやってデッキ組んでいけばいいのかっていうのをね、友人たちとカツくんとこう勉強していきながら、ポケモンカード含め活動を頑張っていきたいと思います。さあ、どうなんだろうね。この先どうなのか、ほんと。ある意味ほんとドキドキしてまいります。というわけで、それでは、友人が、買ってきた、その大量のカードの写真集を、ご覧ください。どうぞ。